海と日本。高松市からフェリーで20分、女木島にやってきました。今日はこちらで開催される香川里海大学里海風景の撮影ツアーに参加します。このツアーは里海風景の撮影を通して里海への理解と興味を深めてもらおうというもので、講師は写真家の久木本紀子さん。地元ナビゲーターの案内でツアー開始です。素敵な写真を撮りたいと思います。女木島は3年ごとに開催される瀬戸内国際芸術祭の舞台として知られ、アートと島の自然が織りなす景観は撮影ポイント盛りだくさん。普段こうカメラがなかったらふっと見過ごしてしまうようなことも、こう構図を考えて撮ろうと思うとしっかり見れるのがいいなと思って。やっぱ瀬戸内海綺麗だし、ああいう街だったりいろんな背景があったりするんで、結構いろんな写真が撮れるので面白いです。撮影ツアー終了後は参加者が撮った写真について久木本さんから好評があり、皆さん熱心に聞き入っていました。カメラを持つことで、普段気づかないものに気づけるっていうね、日頃のお散歩なんかでもそうなんですけれども、カメラがあるからこそ、ちょっとそこの島まで行ってみようかなっていうふうにね思って出かけてもらって、島の良さ、素敵な風景とかを新たに発見してもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。私が撮ったのは女木島の夏2020、神社から見える瀬戸内海の景色を撮ってみました。皆さんも里海の風景撮ってみませんか？最後までご覧いただきありがとうございます。 Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。